メナサルです、アミゴース。どうも、PJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴース。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミーゴース。まだチャンネル登録してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミーゴースということでよろしくお願いいたします。まずは宣伝です。はい、こちらのチャンネルのチャンネル登録マジお願い、高評価もマジお願いということですね。はい、そしてツイッターもあります。ツイッターの方もありますんでね、ぜひツイッターの方 のフォローなんかもしていただくと、はい、僕の妄想話たくさん聞きますんで、お前妄想でイカれてんなっていうぐらい妄想する場合もありますんで、はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、パハロンの家の話という YouTube チャンネルありますんで、そちらの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そっちはね、もう全然プロレスと関係ないことやってるんで、はい、いろいろね、家の中のことの話をしてますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回の動画でですね、船木選手が混合入りしたねっつって、はい、そういう話をずっとしてましたけど、今回はその大阪大会ですね、ハイアグラウンド2022大阪大会で起こったもう一つ僕の胸に刺さった出来事、はい、こちらのお話をしていきたいと思います。まあ、それは何かと言いますと、塩崎豪覚悟の一人 N1 ビクトリー開催N1 ビクトリーではないけどね、もうなんか形式的には僕の中ではこれ一人 N1 ビクトリーじゃないですかみたいなことがね、起こってるんですよ。はい、まあ、それ何かっていう話を今からしていきますけれども、はい、まあ、塩崎豪選手っていうのはですね、昨年のまあ12月にね、右肩の負傷からね、復帰したわけなんですよ。9ヶ月ぶりに復帰ねしたわけなんですけれども、まあ、元日武道館大会で GHC をかけた戦いでですね、中島和子選手に敗れ、はい、そして 1.4 後楽園ホール大会ではなんと清宮海斗 VS 塩崎豪っていう試合がねあったんですけれども、ここで清宮海斗選手にも負けるということがね起こったんですよ。まあ、つまり豪さんね、復帰してからね、波に乗り切れてないというようなねところが、まあ、ちょっとあります。はい、でそれに対して郷さんはなんとですね自ら動いたんですよ。はい、でコメントがねちょっとあるんで、そちらの方をねお伝えしたいと思いますけれども、はい、バックステージコメントですね、大阪大会の。はい、まあ一つ昨日会社と話したんですけど、そうですね、まあ、年末復帰して、そこから今年中島勝彦、清宮海斗2人とシングルをしていい結果は残せなかった。そこでね、自分自身のこれからというものを考えて、そしてどう立ち上がっていくか、自分自身もう一度 GHC を取るために会社と話したことがあるんだよね。来週の後楽園、そして2月後楽園3連戦、そこでシングルを組んでほしいと。丸藤直道、杉浦隆、田中正人、そして剣王、俺が欠場している間、ノアの最前線で戦ってきた男たち、その男たちを倒していかないと GHC も見えてこない。会社には伝えてあるんで、あとは今後の情報を待ってください。ということで、塩崎豪選手はですね、その、まあ、自分の中でね、納得いかないようなね状況が生まれていると、現状、ね、現状生まれている。そんな中でも俺は GHC のベルトを目指したいという気持ちがある、ね、意思と覚悟がある、ね、でそこで、じゃあ俺がいなかった間にノアの最前線を張ってきた男たちをなぎ倒してやるよと、そうすれば俺の GHC ロードも見えてくるだろうという展開になっちゃったんですよ。ほんでそれが決まったんですよ。ゆえに杉浦豪選手は丸藤直道選手、杉浦隆選手、田中正人選手、剣王選手と戦う、はい、この4人と戦う、もうまさに一人 N1 ビクトリーじゃないですかみたいないう状況が生まれました。はい、
まあ、N1 ビクトリーというのは何かと言いますと、まあ、新日本プロレスファンの方が多いかもしれないので、新日本プロレス的に言えば G1 クライマックスです。はい、夏のね一番強いやつ決めようぜ、 G1 クライマックス。 N1 はどっちかというと秋ぐらいですかね、秋の一番強いのはの男を決めようぜみたいな、それがね N1 クライマックスなんですよ。もう今年というか去年の N1 クライマックスもねめちゃめちゃやばかったから、最近レスリーニバースに入った方はね、昨年の N1 ビクトリーとかもねマジで見直してほしいんですけど、やべえことやってるんで、はい、ぜひ楽しんでいただければと思いますが、まあ、そういう風にですね、まあ、1人で4人戦う、ね、しかも一番強いやつらと、まあ、1人 N1 ビクトリーじゃないですかこれも1人 N1 ビクトリーを塩崎豪選手だけで N1 ビクトリーを開催してしまうみたいな状況になっていると、まあ、これ勝手にね個人的に思ってます。はい、まあ、それがね、まあ、非常に楽しみだなというふうに思っているわけですよ。で実際決まりました。はい、まずはですね Higher Ground 2022ということで、1月27日木曜日17時半会場、18時30分開始の後楽園ホールにて、杉浦隆史 VS 塩崎豪です。これはですね、もう2020年の代々木大会ですね、12月6日の代々木大会、まあ、ここでね、GHC チャンピオン塩崎豪 VS チャレンジャー杉浦隆史っていうやつがあったんですよね。もうこれね YouTube で見れるんですよ皆さん、無料でなのでそれも見てほしいんですけど、だからノアのね公式 YouTube チャンネルとかフォローしてね見てほしいんですけど、いやこれがねもうバッチバチ、俗に言うバッチバチの激しい展開、もうねたまらんですよ。この時もう塩崎豪選手はもう右肩を怪我したまんま戦ってるんですけど、もうそんな状況でこんな試合できるんすかみたいな、お互い真っ向勝負みたいな、どっちも引かない、もう技と技のぶつかり合いというよりはもう気持ちと気持ちのぶつかり合いみたいな、もうやべえ試合やってんすよ。そんな2人の試合がねもう1月27日の木曜、平日夜ですよねこれね、平日夜に見れますよ。やばいっすねはい、まあ、ちなみにこの日はですね清宮海斗 VS 鈴木小太郎とかもありますので、まあ、前回の船木さんが今後に入るよっていう動画でお伝えした通り、まあ、清宮選手のメラメラとね闘志燃えたぎってんで、そこでこの鈴木小太郎選手、またもう一人のノアを背負う男鈴木小太郎ですよ、まあ、そんな中清宮選手もやるっていうことでね、この 1.27 後楽園ホールもやべえなって話になっておりますので、ぜひ皆さんチケットというかお近くで観戦できる方もう本当に行った方がいいと思います、はい、そして、ステップフォワード2022、はい、ということで後楽園3連戦が2月にあるんですよ。でまずは2月9日後楽園ホール、はい、塩崎豪 VS 田中雅人ですやべえやべえもう、まあ、なんていうかね、もうノア全部や、ノアっていうか、なんて、塩崎豪もやばいんですよ、全部。もうね、ほんとすげえ戦いすると思うんで、まあ、ぜひね、見てほしいなというふうに思います。まあ、田中雅人選手もね、バッチバチでやり合うタイプの選手ですから、ね、皆さんどんな感じになるかはもう予想がつくんじゃないかなというふうに思います。でちなみにこの日、清宮海斗 VS 早田というのもあります。はい。まあ、小川道場対決と言ったらいいんでしょうかね。はい、小川義成選手に支持を仰ぐ清宮海斗選手と早田選手、こう弟子同士のねこう対決みたいな感じになるので、ね、これも注目なんじゃないですかというところですよね。これ早田選手勝っちゃったらヘビー級転向とか言い始めてもね過言じゃないですよねっていうね、まあ、流れが、ね、ありますんで、まあ、この、ね、だから塩崎豪選手だけじゃない注目度があるんでお話ししちゃうけど、ちょっとね楽しみが多すぎるのがね、2月9日塩崎豪田中雅人、そして2月10日後楽園ホール丸地直道 VS 塩崎豪。でこれもですね2020年の塩崎豪選手がチャンピオンの時に、丸地選手とやってるんですよ。でその時はこう手と手をねギュッとお互い握り合って、でお互いね逆水平チョップがね得意なわけ、とんでもね音をね醸し出すね逆水平チョップをお互い持ってるんですけど、こうギュッと手を握ってですね離さない状態でお互い逆水平チョップをやり合う、
これ出るかもしれませんよ、この後楽園で。これ出るかもしれない。うん、はい、注目ですね。まあ、この試合もすげえ良かったんでね。そして、2月の11日、後楽園ホール、塩崎豪 VS 剣王ということになっております。こちらは、2020年の8月10日だったかな、まあ、8月ぐらいだったと思いますが、塩崎豪 GHC ヘビー級チャンピオン、剣王、GHC ナショナルチャンピオン、ね、まあ、こちらのダブルタイトル戦をやった2人、60分ドローをね繰り広げた2人ですよ。これはね、だからあの60分ドローだった剣王とやってどういう決着がつくのか、もう注目です。もう2月のノアもやばいです。皆さん後楽園もう、まあ、どっちかというとこれはもう関東の民になっちゃうかな。関東の民よ、後楽園3連戦は逃せんのではないか、というお話になっております。はい、もう本当にね、2020年伝説のね GHC ロードをね歩んできた塩崎豪がですね、今度はまたその GHC のある種スタートラインですよね、 GHC のスタートラインに立つためにこの杉浦隆、田中雅人、丸藤直道、剣王を倒したいと。どんだけハードル高いんですか GHC のヘビーは。どんだけハードル高いんですかって話になりますけど、でも郷さんの中ではそれぐらい崇高なものであると、ね、グローバルオーナードクラウンですよ GHC、 それぐらい崇高なものであるというのを、まあ、塩崎選手は思っていると。そしてその2020年をねずっと GHC チャンピオンとして守り抜いてきた男です塩崎豪。今はベルトがないんだけれども、その GHC にたどり着くまでにこの4人との戦いを提案する塩崎豪、尊いっすね。まあまあ僕個人的にはもう豪さん推しっていうのがあるんでね、あれですけど、いや尊い。うーん、やっぱそのGHC というところにたどり着くためには乗り越えなければならない壁があると、それを俺は乗り越えていくんだ、この意志と覚悟、もうリスペクトですよね。その船木さんがね、自分をねそろそろ変えないといけないということで今後に移籍するっていう展開があって、まあ、それがねきっと他の選手たちに火をつけましたよって話を前回の動画でしました。で今回ね、2021年間 GHC チャンピオンで守り抜いた男が、俺はまた GHC に立つためにこの壁を越えていくっていう行動を起こすわけですよ。ゆえにもうね、このノアの中でですね、やっぱりトップに行こうとするにはやはりその確固たる意志と覚悟を見せながら強敵を越えていくというね流れが必要であるというね形がねちょっと見えたというか、塩崎豪選手は自分の中でそういう道を作っているということで、まあ、そういった塩崎豪選手でさえそういう道を越えて GHC にたどり着くんだという思いがあるということで、ね、このノアの GHC にたどり着くにはですね、やっぱね、非常にね長い道のりが必要なのかもしれないというところで、これまたね若手選手がねこう燃えてあげるんじゃないかと。塩崎豪でさえこの道を越えていって GHC に行こうとするのかと、じゃあ俺も負けてらんないよっていう気持ちに若手選手もなるんじゃないかなと、まあ、ならなきゃねならなきゃノアの未来はないからね。なのでね、ぜひそういう気持ちになっててほしいなというふうに思うわけでございますよ。うん、ぜひね。だからもうこれ、もうこんな、なんていうんですか、こんな先輩がいる、こんな、なんというかな、トップクラスの選手が、そういう、なんていうんですか、そういう気持ちのある、ね、50にして、50を超えても自分を変えなければいけない、自分は強さを追い求めたい、ね、自分はトップに行きたいという気持ちがある船木正勝がいるのはみたいなね、参戦しているのはね、
2020年 GHC ロードをね、すごい試合を展開して、ね、エモい試合を展開して乗り越えてきた、はい、塩崎豪、ね、そこがまたスタートラインに立つためにですよ、 GHC のスタートラインに立つためにこんな壁を乗り越えていくっていう姿を見せる、もうこんな先輩がいるところもうやばいっすよねまあこんな先輩がいるからこそ乗り越えていきたいという思うね、気持ちになってほしいという思いもあるし、まあ、逆にね、まあ、本当こんな先輩がいたらね、あ勝てねえっすって思う気持ちが出てきてもおかしくないけど、まあ、プロレスラーとしてはやっぱり上を目指す姿、ね、船木選手も立ち上がっていくね、あ船木選手、ね、塩崎選手もどうやって立ち上がっていくかっていうのをね、もう姿勢として見せるっていうね、もう勝てねえわって思う気持ちがね出ても不思議じゃないけど、まあ、そんな先輩を超えていかなければたどり着けない GHC っていうのにはものすごい価値と魅力があるんだなっていうふうに、まあファンからしたらね思っちゃうっていうところで、まあ、ぜひねこれはやっぱノアの選手みんな火がついてるんじゃないかなっていう妄想がね止まりませんね、うん、妄想が止まりません、はい、なのでぜひねもう皆さんね、はい、ノア見た方がいいっすよもう結果ね、結果ノア見た方がいいっていうことを言っちゃうわけだけれども、だからね本当にレッスルユニバース入りましょうね、あのお近くの皆さんは現地観戦行きましょうね、今めちゃくちゃ楽しいぞノア、今っていうかまあ正直言うと対抗戦前からこんな感じでノアはノアの中でねめちゃくちゃ面白い展開がねあのずっと続いてたんですよ。ね、おそらく対抗戦後にノアを見られた方々ね増えたんじゃないかなと思うんですけれども、対抗戦後にノアをね見られた方々はやべノアめちゃめちゃ面白いじゃんって思ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろん合う合わないっていうのがありますからね、合わない人にとっては面白くないだろうけれども、合う人にとってはもうやべえノアめちゃめちゃ面白いじゃんっていう風になってると思うんですよ。なのでまあぜひね一緒にね、ノア楽しんでもらえたらなっていう風に思うわけですよ、僕としてはね、こんな YouTube とかやってるわけなんで、うん、なのでぜひね楽しんでいただければという風に思いますね。そのためにはレッスルユニバース概要欄にリンク貼ってあるんでレッスルユニバース入れます。はい、皆さんがレッスルユニバース入ったからといって僕に1円も入らないので、うん、ぜひ安心して入ってくださいそういうの嫌な人いるだろうしぜひ安心して入っていただければというふうに思います。はい、で本当にねあとはもう生観戦、生観戦行くと今本当に声援とかが出せないからこそノアの打撃の音、うん、そういうものがね多分ひしひしとね皆さんに伝わってくると思いますよ、うん、だから痛みのある音ね、そういったものが伝わってくると思います。音がでかいからすごいとかあなたの判断基準おかしいですねみたいなこと言われたりもしたんですけど、まあ、音がでかいことに音がでかいだけじゃねえじゃんって蹴り方見たり、ね、エルボーの入れ方とか勢いとか速度とか見たらわかるじゃんって、それでなおかつすげえ音が出てるわけだからそりゃすげえなって言っちゃうでしょって話なんで、まあ、ぜひ皆さんもねノアのね打撃もね楽しんでいただければというふうに思いますね。はい、いやー塩崎豪でさえこの道を歩もうとする一人 N1 ビクトリーを開催してしまうというですね一人 N1 ビクトリーっていう言い方もどうなんだって思うかもしれないですけど、まあ、なるべくね僕はねキャッチーに皆さんにキャッチーにな言葉を使って伝わるような感じにね、はい、したいと思ってますから、はい、ぜひねここでね全てを語ることはできないわけですよ。なぜなら見る方が早いから見た方が早いから、見て皆さんが感じたものが全てだから、うん、だからねぜひ皆さんまずは見てください、ノアを。対抗戦のノアではなくてノアがノアの中でやってることをぜひ見ていただけたらなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。はい、
まあ、そんな中、そんなノアも応援するけど、パハロン、おめえのことも応援してやるよっていう方がいらっしゃればですね、概要欄見ていただければ分かりますけれども、月1300円のスパチャ価格でメンバー募集やってますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、その他にもツイッターのフォローもありますし、まあ、もう一つパハロンの家の話という YouTube チャンネルの登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、概要欄いろんな情報あるからね、ぜひ、使ってくださいね、各団体のリンクとかも貼ってますからね。はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。セーニョス、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども、俺たちは PJLL だ。